あなたは誰かを褒めることが得意、上手なタイプですか？または人を褒めるのは苦手なタイプ、どっちのタイプでしょうか？こんにちは、クリスです。今日はですね、どうやったら人を褒めていくのか。人を褒めるっていうのは本当に僕は大切な、スキルの、コミュニケーションのスキルの一つだと思うんですよね。 To give somebody a compliment。でなぜかというと、本当に落ち込んでいる時に誰かに褒めてもらうと自信もつくし、なんかニコってなって幸せになれる。でそれをできる人になるっていうのは本当に人生で大切なことだと思うんだよ。人から好かれる人間になる、人を好きになるっていうのは本当にもう仕事、大好きなことを仕事にする面で本当に大切なことなんだよね。仲間と一緒にやっていく。でその人を喜ばせるっていう時に、この褒めるっていうのは本当に最初の一歩として最高なので、今日はですね、どうやって How to give somebody a compliment、 人を褒めるのかっていうのを紹介できればと思います。 まずですね、日本の場合、日本のカルチャー、習慣でいうと文化は褒められたら遠慮をするっていうのが正しくなっています。なのでですね、今日紹介する褒め方はですね、人が遠慮しないことの、人が遠慮しない褒め方なんだよね。でどういうことかというと、褒めるときに2種類あるんですよ、褒める部分が、ね、褒めやすいことと褒めにくいことがあるんですね。で褒めやすいっていうのは、本人じゃなくて本人の外見とか本人から一歩外にあるものなんですよ。で褒めにくいことは何かっていうと、本人を褒めるのはすごい日本では褒めにくいことなんだよね。なのでこれから上手くなっていくには、このまずは褒めやすいところから始めていってください。でどうやるのかっていうと、褒めやすいことっていうのは、本人自体じゃなくて本人のアクセサリー、洋服、髪型、住んでる場所でもいいけど、本人の料理が美味しいとか、そういう、なんていうのかな、で特に洋服とか色が本当に褒めやすいところなので、ぜひですね、洋服の色、アクセサリーで、女性の場合だったら髪型をぜひ使っていってください、で例えばさ、褒めやすいことと褒めにくいことなんだけど、じゃあ吉田さんっていう人がいる、売ることにしましょうよ。例えば吉田さんに僕が、吉田さん、あの本当に素敵ですよ、素晴らしいです吉田さんはっていうと、 99% の吉田さんは、いやいやいや、そんなことないですよクリスさん、いやいやそんなことないですよ、全然普通ですっていうわけよ、これが褒めにくいことなんだよ。本人を褒めるっていうのは非常に難しいんですよ。で褒めやすいことは何かっていうと、吉田さんがいたら、吉田さんそのネクタイの色本当にお似合いですね、青似合いますよっていうと、吉田さんは多分ね、あ、そうかな、ありがとうとか言うわけよ、時計でもそうだよ、吉田さんその時計かっこいいですね、その時計素晴らしいですねって言ったら、あ、ありがとうって言ってくれるんだよね、で特にあの女性の場合だったら、新しい髪をカットした時に褒めてあげるのがすごいいいと思います。やっぱり髪カットしてる、多い女性、全ての女性じゃないんだけど、多い女性の場合が僕が聞いてると、やっぱり髪をカットした後に、ちょっとやっぱり、あ、ちょっと髪すぎ切りすぎちゃったかなとか、ちょっと不安があるんだよね。でそういう時に、誰かが、いや、その髪型素敵だよとか、素敵ですねとか言ってあげると、本人は本当に喜んで自信がついていくんだよね。やっぱり世の中はみんなが自信持ってた方がいいから、じゃあどうやって自信をつけるのかっていうのは、もちろん中からつけていくっていうのもあるんだけど、人から褒められるともっと楽に自信がつくよね。なので人を褒めるっていうのを習慣にしていきましょう。でどうやったら褒め上手になれるのかっていうのを紹介します。でそれはですね、この宿題をやると多分大きく人生が変わります。なのでもし、いや俺褒めるのあんまり得意じゃないな、自信がないなって思ったらですね、この宿題をやってみてください。このワークで、このワークはですね、約4週間かかります。でですね、何をするかっていうとですね、1日3回誰かを褒めます。週末は休んでいいです。1日3回誰かを褒めてください。で最初のコツはですね、褒めやすいことについて褒めます。髪型、アクセサリー、色とかです、そのネクタイ似合いますねとか上司に言ってみてください、
right? その色が素敵ですよって。でこれをだんだんやっていくと、自分でその本人自体を褒めることもちょっと試してみてください。でまずここで注意しないといけないポイントなんだけど、わざと嘘は言わないでね。ね、誰かが青いネクタイ着てて本当にそれその人と全然合わないなって思ったら、その青いネクタイ似合いますねとか、そういう嘘はつかないでください、ね、それは NG です。 All right? なのでその本人を見てなんか褒められることを見つけるっていうのを上手くならないといけないんだよ。でこれを1日3回でもいいから1ヶ月やってると習慣にもなってくるし、結構上手くなってくるんだよ。で本当になんか落ち着いている、落ち込んでいる人がいたらね、あその洋服おしゃれだねとかね、あなたのファッションセンスすごいいいですよねとか、バッグおしゃれですよねって言ってるあげるとちょっと喜ぶよね。なのでこの褒めやすいこと、外見、本人じゃなくて本人からちょっと離れてることを褒めるのを1日3回やってみてください。 All right。でね、ちょっとこれは追加っていうかアドバンスっていうか別のレッスンになっちゃうんだけど、もし褒められたら何をすればいいのかって知ってるかな。ね、人を褒めるときってやっぱり自分でもリスクを取るんだよね。もし変な目で見られたらとか、もし嫌われたらって相手が思ってるかもしれないんだよ。なので相手もリスクを取って褒めてくれるので、その時にいやいやそうでもないですよとか遠慮すると相手が傷つく可能性もあるし、相手も逆にムカッとして、いやそれだったら絶対この人褒めないとか、そういう場合にもなることがあるんですよ。なのでもし褒められたら遠慮しないで素直にその行為を受け込んでください。褒められた時の行為を押し戻さない、しっかりと受け取りましょう。でこの褒められた時の3ステップっていうのがあるんですね。まあ、これ必ずやらなくてもいいんだけど、ぜひこの最初の1ヶ月このワークをやってる時にやってみてください。人を褒めてると多分あなたもいっぱい褒められますAll right。でね、褒められた時に何をするか、ナンバーワン、最初は感謝です、ね、ありがとう、 Thank you って言います。軽く言ってもいいよ、深く言ってもいいよ、どっちでもいいよ。 Thank you、 ありがとうございますって言います、ね、だから褒められたらいやいやそうでもないですよとか言わないで、ありがとうって言います、ね、Thank you。でナンバー2は心の中で一瞬でもいいからじっくりと褒められたことを味わう。あ、こういうことを本当に言ってくれたんだ、幸せだなって味わいます、ね、やっぱり自信をつけていくと人生は楽になる、ね、落ち込んでる時でも自信があるとあんまり落ち込んだりなくとかすぐ復活できるようになってきます。で自信があると勇気を持って新しいビジネス、新しいことを仕事にしたりとか、ね、本当にワクワクすることがいっぱい増えるんだよね。なので誰かがあなたのことを褒めてくれたらじっくり、ね、一瞬でもいいからできればじっくり味わってください。でそうすると自分の自信もついてくるんです。いやいやそうでもないですよっていう人はあんまり自信がない人なんだよね。でも自信がある人を褒めると普通 99% の場合はありがとうっていう、そういう人が多いと思うんだよ。3つ目のステップ、ね、これできたらすごいよ。それは相手を褒めで返すんですよ、ね、例えば誰かがクリスその T シャツかっこいいねって言ったら、ありがとうって言って、やっと俺この T シャツ着ててかっこいいんだ、ちょっとでもいいから、ひょっとしたら僕かっこいいかもしれない、ちょっとでもいいんだよ、ね、ちょっとでもいいから味わうと、ね、で最後に、いやでもね、ひろきくんのズボンも結構おしゃれだよ、あなたファッションセンスいいよねって返してあげるんだよね。でありがとうって言って味わんないで返すると自信はついていかない。なのでこの真ん中のステップ、 Thank you って言ってそれをじっくり味わうこと、自信につなげていって、その後褒めで返してあげるっていう感じでやっていってみてください。 All right。 でぜひですね、このワーク1日3回やって1ヶ月やってみてください。本当にね、人生が大きく変わってくると思います。で褒めるのが上手になると人を喜ばせることがうまくなっていきます。そうすると自然に人が自分に集まってくると思います。で今度自然にリーダーシップの、ね、
リーダーシップの場所に自分がスルッと上がっていって、で今度ですね、人を成長するときに必要なアドバイスとかも言えるようになったり、まあ辛い時があったらもっと上手にあんまりわーってならないでコミュニケーションを取ったりとか、本当に冷静に人とコミュニケーションフィードバックを言ったりとか、そういうスキルも自然についてきますので、もし人とのコミュニケーション、人と話すの得意じゃないなとか、人を褒めるの得意じゃないなとか、俺褒められたらいつもいやいやそんなことないですよって言ってるなって、結構タイプ、そういうタイプだなと思ったら、ぜひですね、人を1日3回褒める、週末の休みは取っていいです。これを1ヶ月やってみてください。で、そしたら自分も褒められるようになるので、褒められたらその1、2、3のステップ、 Thank you って言って、一瞬でもいいから自信につながるように味わう、喜ぶ、幸せになっていい。で、褒めで返す。で、この褒めるポイントは、簡単に褒めやすいところを褒めていきましょう。褒めやすいっていうのは洋服、色、外見、アクセサリーとかです。Alright、ぜひですね、このワークをやってみて、でもしうまくいったら、もしうまくいったら、必ずうまくいくと思うんだけど、ぜひコメントで何か教えていただければ本当に幸いです。ですね、ごめんなさい、ちょっとですね、ニュースが2つあるんですね。でまずはですね、僕ね、本当に感謝の気持ちをお伝えしたいんですよ。まずですね、チャンネルを登録してくれる人たち、新しくチャンネルを登録してくれている人たちが本当にありがとうございます。もうこれからもどうぞよろしくお願いいたします。で僕も本当に頑張って YouTube でどうやったらもっと人生が楽になるのか、もっと幸せになれるのか、人間関係、そして仕事だよね、どうやったら大好きなことを仕事にして、ブラック企業とか、僕も本当にブラック企業とかにいて、で今は本当に時間も自由で、やってることも好きにできて、楽しい人たちで本当にワクワクするようなことを仕事にできて、もう感謝の気持ちがいっぱいみたいな。どうやってそれをやるのか、ただ単に思ってるんじゃなくて、実は僕はしっかりしてるビジネスプランみたいなのを考えて動かしてるんだよね。でこういうことも説明していきたい。なので本当にチャンネル登録してくれてありがとうございます。でですね、僕 LINE をやってまして、まあ、公式 LINE アットクリスっていうのがあって、でそこでメッセージをいただくと、感謝の気持ちでちょっと3日間のトレーニングプログラムを僕プレゼントしているんですけれども、結構ですね、そこに僕に質問が来てくれてるんですね。ちょっとですね、この LINE の質問の数がですね、ちょっと LINE オーバーしちゃって、今プラス999って書いてあって、まあ何千件入ってるのかちょっと追いつかない状態になってしまったんですね。でですね、本当に僕にメッセージを送ってくれて本当にありがとうございます。でちょっと今現実的に全ての方にメッセージでお答えするのは難しいっていう感じになっています。なのでですね、僕はできれば持っていきたいのは、まあ、抽選じゃないんですけど、中で週1回か2回かそのメッセージを見て、でそれでビデオを作っていって、でそれでできれば僕自分のなんか T シャツ作りたいんだよね。でその質問を答えた人に T シャツを送るとか、なんかそういう感じでやるっていうのも考えております。であともう一つ考えているのが、ライブ、 LINE でライブをやりたいなって考えています。なので週1回ライブで僕に質問を送ってくれたら、その場で返すっていう感じもやっていきたいなと思っております。 Alright, so I just wanted to say I'm back in Japan. 日本大好き、楽しい、最高です。もう本当に日本にいてよかったなって感じてます。 Alright, thank you so much everybody. 本当にありがとうございます。で、なんか見たいこと、質問したいこと、そういうのがあったら、ぜひ公式 LINE at Chris、 または下のビデオのコメントで入力していただければ幸いです。 Alright you guys, thank you so much. I love you guys. Alright, 本当にありがとうございます。 Thank you, I'll see you next time. ありがとう。